今年もこの季節がやってきた。香川前田家主催お祭り一番野郎決定戦、司会は私前田家随一の口だけ野郎、そして解説の前田利家だ。今年もすごそうだぞ。はい、目が離せませぬ。前回の優勝者は前田慶司さんですが、優勝は慶司だ。慶司頑張れ。ここで目立っちゃいな注目証明。おー、それがしもたる殿、こりゃ解説やってる場合じゃねえ状態。出陣でー。来た。皆様の盛り上がりが松目に火を灯しました。伝説の松様が踊り出た。涙を拭けよ、盛り上がれ。ならんと櫓がさらに天へと伸びる。んべ、鳥羽はどこよ。鳥羽は犬千代様、ひいきはダメでございます。おっと、解説から熱き優勝宣言だが、どうだ、全ての参加者は燃え上がるばかり。なんだよこの盛り上がりは。のっけから去年超えだって。刑事、もう始まっていますよ。急ぎ用意を。ヤックーラ、それヤックーラ、ヤックーラ、それヤックーラ。うわ、乗ってる場合じゃねえ。乗せてくぜ。楽しかった。いい汗かいたら腹減ったぞ。待つ、ケイさん頑張って。えい、おっ、きた。前年の優勝者ついに現る。さあさあ、加賀の祭り富士は最高潮。どいつもこいつも踊り出ろ。雪組に勝るとも劣らぬこの美声は、またの機会だ。歩む先を才任せとするのもその辺にしろ。はいよ、聞こえてますぜ。三成、面白い小僧を拾ってきたものだ。いいだ、乱戦こそが戦の花ってやったろ。そちらさん、石田軍にくら替えするかい。なんなら俺が上に話し通すけど。あちゃー、ボコボコにやられちゃってるよ。あのさ、もうちょいガチで来てくんね。ここまで来れば文句なし。去年の王者をしのぐ勢い。大谷様とも仲良かったり、何気にすげえよ、左近さん。弱いんじゃない、大将が強すぎるんだ。どうすか三成様、俺たちすっげー頑張っちゃってますけど。やれやれ、払う杖も残っておりませぬか。参ったな。せいと、ふんどしを締め直そうか。さっきの技伝授していただくわけには参りませんか。遅れてきた乱世の主役、直江垂れ継ぐ無敵伝。あいつなかなかプリパリじゃねえか。あの後ろ姿についていくだけでなんか安心するよ。
ああ、博打かな。昔すってんてんにされた思い出が。おかみ。そちらさんも